別にこれくらいどうってことないわよ。ツンデレだな。みんなお疲れ。あ、なんか落ちてるよ。黒びたコインを手に入れた。イエーイ。お、次はすぐそこやね。この中か。あ、こいつ。お前ら誰だ。俺たちは。わかったぞ。さては黒服たちの仲間だな。違うよ。悪者はみんなそう言うんだよ。でもこの俺は騙されねえぞ。覚悟しやがれ。俺が懲らしめてやる。待ってよ。誰だよ君。バッド坊やとか言われても。バッドボーイズの仲間ですか。結構やるじゃねえか。だが俺はこの町を守るヒーロー。負けるわけにはいかねえんだよ。おお、じいちゃん。待て。お前、何やってんだ。くそ。いった。おい、何すんだよ。相手をよく見ろ。こいつらは敵なんかじゃない。そうなのか。この人間たちは俺の恩人だ。悪者のわけがないぜ。ありがとう、おじいちゃん。照れるなよ。ありがとう。ティーレックス。てか、照れて終わりにすんなよ。悪かったな、お前ら。町を守ろうとちょっとピリピリしててよ。迷惑かけちまった分は、この後のバトルで返して。さあ、喋ってる暇はないぞ。早く敵をやっつけないとな。寿司屋と天ぷら屋にまだ敵がいるみたいだ。行こう。おー。それぞれの店におるんか。あ、そういえばこいつらなんか一日に一回戦えるんやっけ。運動がてらバトルするじゃら？バトルします。ほい。ヒッチハイクばかりで体がなまっちゃったずら。このままじゃやばいずら。バトルで鍛えるずら。それじゃあ勝負だ。ほらたち本気で行くずらよ。どうぞどうぞ。さあ来いよ。KK ブラザーズ。かわいいな、青い。いい運動になったずら。でもまだまだ足りない気がするずら。もっと運動しなきゃ。なまった体は元に戻らないずら。まだ暇な時にでもバトルに付き合ってほしいずら。いつでもよろしいよ私は。で、何、中にいるの。ここは俺たちに任せて店の中を見てきてくれ。いや、任せたいのは店の中なんだけど。ん、何、こいつらをやっつけるの。ボスっぽいものはいないんだけど。うん、ボスっぽいものいなかったよ。あれをやっつけるの。ああ。お前らは仲を頼む。俺たちはここを守ってるからよ。ただし旗のマークがないんだけど、いいのかな。よし、こいつらをやっつけたんでいいんかな。もうこの2匹しかおらんよね。よし、まあ、クロックやけん大丈夫やろう。ちゃちゃってやっつけてしまおう。いい感じ。天ぷら大往生やって。こっちの中はやっつけたよ。んで、次はそっち。頑張ります。よし、これ本当に意味あるんやろうね。黒服たちが現れた。バトルスタート。やっただに。これでこの辺にいた黒服たちは全部倒したみたいだに。ありがとう。やったね。ありがとう、ディレックス、バッド坊や。ああ。へっ、俺にかかればこんなの楽勝だ。へっへっへ、どんなもんだ。クエスト、共闘、ルーキーヒーローズ、バッチリ解決。バッド坊やもルーキーなんかい。偉そうな感じ、すごいプンプンしとったけど。あとは、まだなんかあるんか。他にもあるっぽい。どこだ、どこで何があるんだ。ちょ、地図で見よ、地図で見よっか。クラブ。
でも特に何にも旗のマークとかないんやけど。ね、ないよね。どこで何があるんやろ、あと。ね、何がある？ありがとう、お前ら。この部屋はもう大丈夫だ。大丈夫なのは分かったけどさ。ち、なかなかやるじゃねえか。助かったぜ。とりあえず、妖怪たちに話を聞いていくしかないか。みんな、相談中？黒服がこの町を支配するなんて、無理。だよね。やっぱり僕らのバスターズチームは強いよね。素直好きやな、私。お前たちのおかげで助かった。他のところも見てきてくれ。日光を浴びすぎました。早く片付けて帰りましょう。頑張ってよ。この中は入っていけんのか。他、なんか特に何もないんやけど。まあ見て回ろうかね。あ、ヨップルストア。ヨップルストアの中は無事なん？ジョーズさんたちおったと思うけど、危ねえ。ギリギリ。てか、向かってこんのかーい。ヨップルストア。あ、あったあった。ちょっと邪魔だよ。ほい、到着。占拠されとる。おや、あなた方は先ほどバスターズともに避難したはずでは。やるにゃ。俺っちたち、妖怪ヒーローを助けに来たにゃ。余計なこと。こんな連中、俺様だけで十分だぜ。あなたがそんなにやる気なのは珍しい。やはりこのヨップルストアはあなたにとって大事な場所なんですね。なわけねえだろうが。むしろ潰れちまってもいいくらいだぜ。お、やっぱりサメ関係の人たちはみんなここで働いてたとか。おやおや、一体どこまでが本心なのやら。おっしゃる通り、おっしゃる通り。うるせえ、てめえらみんなぶっ飛ばしてやる。おいち。では皆さん、援護を頼みましたよ。頑張ります。おっしゃ、バトルスタート。おかしか。ことで、よっしゃ、行くよ、みんな。イエーイ。へっ、どうだ。黒服ども全部片付けてやったぜ。キング。ええ、やりましたね。これでこのエリアはもう心配ない。お、マジで。え、デリート、排除します。いっぱいおるんやけど。デリート、排除します。ウィス。ヨップくんが3体も。にゃにゃ。しかも今度は最初から暴走しちゃってるにゃん。もしかして。どういうこと。もしかしてあの黒服さんたちの仲間に。そりゃ。おっしゃる通り、おっしゃる通り。ちょっと。やっぱり。いや。この町を制圧するまでの間、バトルでおもてなしさせていただきます。やめてよ。ふん、上等だ。この町を泣かせるようなやつは期限。我々妖怪ヒーローが許しませんよ。期限って言うよ。あ、オリジンってそういうこと。うわー、ヨップくん、ヨップくんたち。損傷率 95.55%、 シャットダウン開始。ご主人様、申し訳ありません。ご主人様とは黒服のことか。おや、ご主人様、誰のことだろう。黒服さんたち。ひどいだに。どうやらこの騒ぎの裏には大きな黒幕がいるみたいだにね。へっ、どんなやつが相手でも関係ねえ。またぶっ飛ばしてやるまでだぜ。オリジ。その通りです。オリジン、ザ・シャーク、二人ともかっこよかったよ。ザ・シャーク。そんなのいつものことだぜ。オリジン。照れんなよ。おや、照れているのですか。ザ・シャーク。うるせえ。おやおや、いかつい顔に似合わず、かわいいところもあるんですね。照れとる、かわいいんやけど。皆さん、今回はあなた方のおかげで勝つことができました。妖怪ヒーローとして礼を言います。ありがとう。てか、スカイシャリマンは。メインは。クエスト、共闘、ストロングヒーローズ、バッチリ解決。大事なとこいないじゃん。ストーリーの録画外れた。よくやった。これで町の平和は守られた。よくやったぞ、お前ら。よし。それじゃあ、あとはししあの UFO が現れるって噂のビルへ行くだけだな。マックの存在忘れよった。
これはバスターズハウスからの緊急コール。え、何、どうした。緊急事態であります。隊長殿、大変であります。バスターズハウスに黒い袋妖怪たちがたくさん。あ、ぶぶぶ、え、どうした。軍曹、おい、軍曹。まずいだに。大変だに、バスターズハウスが黒い服たちに襲われちゃっただに。行きますよ。早く助けに戻りましょう。やるにゃん。もちろんにゃん、みんな行くにゃんよ。てか、あのカタツムリどっかで見たことあると思ったら、あいつもおったよね、スポーツジムみたいなとこに。ち、ここを狙うとは気に食わねえ奴らだぜ。皆さん援護をありがとう。さあ、この調子で街を守りますよ。次はバスターズが無理みたい。バスターズハウスがなんかちょっと、どこ、あっちか。よし、あっこのクラブはいつになったら入れるんやろ。ねえ、名前が出とるってことはそのうち入れるようになるってことやろ。気になるよね。通り過ぎよった。危ねえ危ねえ。じゃ、黒服だらけやん、まだ。うわ、めっちゃ乗っ取られとるやん。遅かったな。黒服たちがいっぱいだ。おい、黒服ども、俺たちのバスターズハウスで何してる。お前らのような不届き者はこの俺が一気にぶっ飛ばしてやるぜ。おう、黒服たちが現れた。あ、でもこの3匹だけ。さあ、もうちゃちゃっとやっつけてしまおう。ちゃちゃっと。イエーイ。なんかめっちゃ盛り上がっとるけど、喜ぶのはまだ早いぜ。お、まだ。うわ、また来たよ。また黒いのがゾロゾロ入ってきたずら。クマさんたちもおったんや。やるだに。やばいだに。このままだとバスターズハウスは。もう。ねえ、ちょっと。こうってなさい。いい加減にしなさいよね。ふぶきちゃん、最強かよ。一匹でやっつけれるじゃん。一発で片付けちゃった。私たち来る意味あった。え、消えたんだけど、どこ行った。おお、びっくりした。だるそうだな。照れとるし、なんかちょっと床がくしゃくしゃに。もしかして助けに来なくても大丈夫だったんじゃ。んてよ、緊急コールは一体。まあまあ、みんな無事でよかったずら。大変だよ。なに、誰。こまじろう、どうした。おめえ、またそげなか不良みてえな格好して。一体どうしたの。泣きべそなんか書いちゃって。ずらー。KJ、 実は俺の大事なもんが、友達とクラブハウスが黒い服の妖怪たちに取られちまったよ。ウィス、黒い服の妖怪。じゃあ、そいつらも UFO の。オーケー。よし、そのクラブハウスやらに行こうぜ。俺たちの手で取り戻すんだ。あ、これで入れるようになるってことや。オラも行くずら。ちょっと待ってくれよ。連中の後ろには、とんでもない奴がいるんだよ。ん？とんでもない奴？まずいずらね。あいつはただものじゃないよ。あんなの戦ったら兄ちゃんは。任せるずら。だからって逃げるわけにはいかねえずら。オラは兄ちゃんとして、弟を泣かせるようなやつを許すわけにはいかねえずら。くす、兄ちゃん。兄弟愛だな。やるずらよ。みんな、行くずらよ。おお、ちょっと待ってくんろ。なになに。おお、戻った。このまま兄ちゃんたちに頼りっぱなしちゃ、オラの気が済まないずら。オラも一緒に戦わせてほしいずら。お、やっと、コマジローと友達になった。やったね。ニックネームはいいよ。コマジローの情報を妖怪大辞典に登録した。イエイ。コマジローの妖怪メダルを手に入れた。ってことは、やりたいこととやらは終わったのかい？妖怪大辞典の封印が一つ解かれた。ねえ、なんかやりたいことがあるけん、仲間になるのはまだいいって言ったもんね。コマジロ、一緒に行こう。
よろずらかわいい。KJ としてクラブの DJ がやりたかったってことかな。みんな盛り上がってるね。すごいっす、しびれるっす。姉子って呼ばせてください。ふぶきちゃん、別にこれくらいどうってことないわよ。ツンデレだな、かわいいよ。次はクラブハウスか。ケータ、急ごうぜ。ゴーゴー、行こう行こう。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。